90名どうした、ビー君。あ、なに、わあ、反対になってる。おい、たかが1回でそんなことやんのか。おいビビ君がいろんな場所に潜入し一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第119回目はこちら。今日はいよいよファン感謝デーがやってまいりました。勝負の日に絶対負けねえからな。でもやるから。若手の2人が率いるチームがさまざまな競技で対決を行ったファン感謝デー、今回はその裏側に潜入します。続々とお客さんも入ってきましたよ。お、今日の青キャプテン笠柳選手です。今日青チーム作戦教えてください。こそっと、もう作戦的には、はい、もう楽しみながらもこそっとみんな全力出しちゃう。お、来ましたよ、オレンジのキャプテンが。お、ビビ君緑じゃないですか。そうなんです、今日オレンジも青もこう味方しないよ。ビビ君は途中で衣装チェンジもするので楽しみにしててください。途中で衣装チェンジするときにオレンジ衣を着ないといけないときがあって、ビビ君オレンジだよね、まあ、楽しみつつ、はい、まあ、ファンサポーターの皆さんとまあ触れ合うじゃないですけど、はい、まあ、楽しませる会なので頑張ってください。ありがとうございます。バイバイ。先生、我々選手一同は日頃の感謝を胸にファン、サポーターの皆さんと全力で楽しむことを誓います。まあ自分たちのチームが勝つと思いますけど。いや、俺らが勝つでしょう。いや、自分たちのチームが勝ちます。俺らだよ。いや、俺だよ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 。頑張ります。ビビ君のこの日のお仕事はアシスタント。カゴにですね、玉を入れていただきたい。今回総勢90名。どうした、ビビ君。あ、何、わあ、反対になってる。カゴが反対になってる。畑野選手反対になってるじゃん。あれ大変だね。あれ反則。これ笛吹いていいかな。はい、イエローカード出ます。アシスタントとしての役割をしっかり果たすビビ君です。スタート。さあ1分に変わりました。制限時間1分です。作戦を、青組の作戦はカゴを内側にして。競技を見守った後、ビビ君は衣装替えのため一旦退場。衣装を着替えたところで村上コーチにお会いしました。さっきまではね、こう両方を応援するために緑を着てたんですけど、ちょっと一旦衣装チェンジでこれを着させていただきました。どうですかこの衣装。いや、かわいいかわいい。急にさんに、いい、かわいいかわいい。でもオレンジだよね。オレンジちょっとオレンジは、オレンジチームだもんね、かっこいい。あ、そうか、村さんオレンジだから。そういうことでしょ。ていうかちょっとオレンジ寄りになってるね。そうちょっとね、あとでいっぱい甘いものあげる。お待たせしました。原宿といえば、無事に衣装チェンジも終え、競技も終盤戦に。取られそうになってる、ビビ君。147、オレンジ123で青の勝ち。やっぱ皆さんが言って、あ、言っての僕たちなんで。サポーターの皆さんの、皆さんの応援のおかげです。あー、次の声援のおかげ、ありがとうございます。ビーバルー、カンタルおい、たかが1回でそんなことやんのか。おい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 、じゃあ怖い怖い怖い。おっ、またまた、何かちょっと気なしたい雰囲気になってきましたよ。
おお、ちょっと待って、おお、もう俺にはちょっと、どうしよう、ちょっと、いやこれはこれどうなの、ちょっともみ合いだ、大丈夫か、大丈夫か、なんか飛んだ、なんか飛んだ。お疲れ様でした。楽しかった。ありがとうございました。お疲れ様で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 した。どうでしたか？初めてのファン感。いや、楽しかったです。おー、だいぶ盛り上がってましたね、はい、何が一番楽しかったですか？一番…頭入れ、頭入れ、逃げました、逃げ回りました。めっちゃ逃げて、俺8個しか入れられた。おー、すごい。暑かったですけど、最後…あー、そうです、キャプテン、キャプテン、お疲れ様でした。だってキャプテンもそうだけど、はい、みんな最後の競技とか本当負けたくなくて、あの手この手でしたね。海田さんがもう止めてましたね。楽しかったですか？はい、楽しかったです。良かったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。良かったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。潜入して思ったこと、大盛り上がりだったファン感謝デー、秋の大運動会、青色とみかん色の熱い戦いに元気をいただきました。選手の皆さんとサポさんたちと楽しいお時間を過ごすことができて嬉しかったです。最後の最後まで応援よろしくお願いします。ぴょんぴょん、ビビーくん。